スパークスは、アメリカ合衆国のロック&ポップバンド。1970年にロン・とラッセルの、メール兄弟によって結成された。最初は、ハーフネルソンというバンド名だった。スパークスは、癖のある曲作りで知られる。その歌詞は皮肉かつ辛辣で、そのステージは、天真爛漫で派手なアクションのラッセルと、キーボードの前に座りっぱなしでしかめ面をしている、ロンとのコントラストに象徴されるように独特なもので、ある。長い活動歴の中で、グラムロック、パワーポップ、エレクトロニックダンスミュージック、メンストリームの、ポップミュージック、最近では、チェンバーポップとそのジャンルは多岐にわたっている。しかし、スタイルは多様ながら、明らかに、スパークスサウンドと呼べるものが一貫して存在し、デビュー以来カルトなファン層を掴んでいる。ポピュラー音楽の発展にも大きく貢献し、たとえば、1970年代後期に、ジョルジオ・モロダーとコラボレーションした時には、それまでの伝統的なロックバンドの形態を捨て、エレクトロニック・ポップデュオという新しい形態を発案した。スパークスの影響を受けたというデペッシュモード、ニューオーダー、ゼーマイト・ビー・ジャイアンツらの評価と対照的に、絶え間なく変貌を遂げるスタイルと、ユニークなビジュアルから、変わったバンドと片付けられる場合もある。2002年にリリースした、Lil Beethovenを、スパークス自身は、ジャンル定義の作品と呼んだ。2006年の、ハロー・ヤング・ラバーズは、スパークスにとって批評的にも、商業的にも久々の成功作だったが、依然として、ポップの慣習を避け続けているようである。スパークスの歴史は、約50年にも及ぶ。1960年代に、ロサンゼルスのクラブシーンで活動を始め、1970年代中期には、イギリスでファンを獲得し、1970年代後期には、エレクトロニックの実験を、1980年代初期には、アメリカでブレイクし、1980年代の終わりには、一旦映画に寄り道し、1990年代中期には、音楽に戻り、ポップミュージックの協会で活動を続けながら、現在に至っている。ロン・メールとラッセル・メールのメール兄弟は、カリフォルニア州ロサンゼルス郡西部のパシフック・パリーサです、で育った。当時は、LA クラブシーンの黄金時代で、ドアーズ、ラブ、ザ・スタンデルズらが、サンセットストリップのウィスキーやゴーゴーで、定期的にプレイし、ザ・ビーチ・ボーイズも、ティーンエイジ・フェアの午後のイベントで演奏していた。当時のロンとラッセルの姿は、ロック映画、ビッグ・ TNT ショーの中のザ・ロネッツの観客の中に、見ることができる。共に、カリフォルニア大学ロサンゼルス校に進み、ロンは、映画とグラフィックアートを、ラッセルは、舞台美術と、映画制作を学んだ。フォークミュージックシーンが嫌いで、感情より、知性に訴え、真面目で、そんなものに関わっている時間はないと思っていた。二人は、ザ・フー、シド・バレット時代のピンク・フロイド、キンクス、ザ・ムーブといった、当時のイギリスのバンドに傾倒していき、二人は、自分たちを、アングロフィリアズと言っている。1968年、ロック評論家のジョン・メンデルス・ゾーンと共にバンド、ハーフネルソンを結成。ほどなくして、プロデューサーのトッド・ラングレンの目に留まった。ラングレンの説得で、ベアーズビル・レコーズのアルバート・グロスマンが、ハーフネルソンと契約した。ギターに、大学の仲間のアール・マンキー、ベースにマンキーの弟ジェームズ・マンキーが加わり、ドラムは、ハーレ・ファインスタインに交代して、ラングレンのプロデュースで、アルバム、ハーフネルソンを発表。売り上げは悪かったが、ワーナーブラザースレコードへの移籍が決まり、バンド名も、マルクス兄弟をもじって、スパークスに改名した。デビューアルバムは、スパークス名義で再発売され、そこから、ワンダーガールという地域限定のマイナーヒットが生まれた。続いて制作された、アルバム、ウーファー・イント・イーターズ・クロージングで、イギリスツアーが決まった。ロンドンのマーキーでは、演奏中ヤジが多かったにもかかわらず、多くのカルト的ファンを獲得した。BBC テレビのオールド、グレーホイッスルテストの出演は、
番組ホストのボブ・ハリスの冷ややかな反応にもかかわらず、イギリス中から広く注目された。1973年、スパークスは、アルビオンに、活動の拠点を移し、かつて、マーク・ボランが在籍していた、ジョンズ・チルドレンのオリジナルメンバーだったジョン・ヒューレットが、マネージャーとなり、アイランドレコードと契約し、BBC2 テレビの、ホイッスルテストに出演した。新たに、マーティン・ゴードン、エイドリアン・フィッシャー、ディンキー・ダイヤモンドが加わり、1974年に、アルバム、キモノ・マイ・ハウスをリリースし、そこから、シングルカットされた、ディス・タウンが、全英2位のヒットとなった。このヒットを受けて、BBC の看板番組、トップ・オブ・ザ・ポップスに出演。ラッセルの派手なアクションと、地味な服で無表情にキーボードを弾くロンのコントラストは、大きかった。しかし番組出演の翌日に、ゴードンが解雇された。続けて、アルバム、恋の自己顕示と、スパークショーを発表。スパークショーのプロデューサーは、トニー・ビスコンティだった。2枚のアルバムから、家には帰れない、サムシング・フォー・ザ・ガール・ウィズ・エブリシングと、恋は、ルックスがそれぞれシングルカットされ、ヒットした。1976年、メール兄弟は故郷であるロサンゼルスに戻った。スパークスの音楽が飽きられ始めたのではという、心配から、よりアメリカンなサウンドに変更しようと、プロデューサーに、ルパート・ホルムスを迎えアルバム、ビッグ・ビートを、翌1977年には、アルバム、イントロデューシングをリリースした。どちらもスタジオミュージシャンとのレコーディングだった。しかし、この新たなる、ウェストコーストサウンドは失敗だった。個性の喪失と取られたからだった。ところで1976年に、スパークスは映画にも進出した。パニック映画、ジェット、ローラーコースターで、出演を断ったキッスの後釜だった。全2作の失敗で、兄弟は自分たちが、今何をすべきなのかという境遇にいることに気づいた。1979年まで、二人は、ロックバンドの形態を、試行錯誤し、よりエレクトロニックな方向に向かうことにした。二人は、ディスコサウンドの象徴とも言えるドナサマーの、I Feel Love のクリエイター、ジョルジオ・モロダーを尊敬していることを、ドイツ人ジャーナリストに打ち明けたところ、彼がモロダーの友人であることが分かった。その縁から、モロダーのプロデュースによるアルバム、ナンバーワン・イン・ヘブンが完成した。このアルバムは、スパークスサウンドの見直しのみならず、バンドとは何かという概念に対するチャレンジでもあり、台頭してきたエレクトロポップバンドに影響を与えた。続いて1980年には、アルバム、ターミナル・ジャイブを発表した。When I Am With You がフランスで大ヒットとなり、1年間アルバムのプロモーションでフランスに滞在した。この曲はオーストラリアでも全豪14位のヒットとなった。新しいサウンドをツアーでやるには電子機器類はあまりに持ち運びにくいと分かったので、弱い者いじめ、パンツの中の用心棒、インアウタースペースといったアルバムでは伝統的なバンド形態に戻された。インアウタースペースからシングルカットしたクールプレイスがビルボードホット100の49位のヒットとなった。このトラックはゴーゴーズのジェーン・ウィードリンとのコラボレーションで、ウィードリンは一時期自分でスパークスのファンクラブを運営していたことがあり、またスパークスを地元のヒーローと称えるロサンゼルスのラジオ局 KROQ-FM もそのヒットに貢献した。1980年代の終わりから1990年代初期にかけて、兄弟は映画制作の仕事に関わった。特に映画化を熱望したのは、日本の漫画、マイで、ティム・バートンが興味を持ったにもかかわらず、6年間かけた企画は立ち消えになってしまった。1994年、メール兄弟は久々に、アルバム、官能の共演をリリースし、ウルワー氏のマイウェイ、セップンとチャーリー・パーカーがシングルカットされヒットした。1997年には、フェイスのオモア、イレージャー、ジミー・ソマービルらとのコラボレーションで、自分たちの曲をカバーしたアルバム、プレージャリズム盗作の世界をリリースした。このアルバムは半分は、ロンドンで、
トニー・ビスコンティによって録音され、残り半分は、ロサンゼルスの兄弟が建てたスタジオで、兄弟自身の手によって録音された。1988年、官能の共演の中で兄弟が、トリビュートソング、ツィハークは、映画監督を捧げたツィハーク監督の映画、ノックオフの音楽を手掛けた。2000年には、アルバム、ボールズをリリースしたが、かろうじて没落しないでいる、スパークスと一般の反応は、冷ややかなものだった。2002年、スパークス自ら、ジャンル定義の作品と呼んだアルバム、Lil Beethovenをリリースした。ストリングやコーラスに、疑似クラシック的なアレンジが施された、このアルバムは、再びバンドへの関心を集めた。例えば、レコードコレクター氏はこのアルバムを、2002年のベストニューアルバムとし、こう続けた。おそらく、これまでの長い活動のうちで、最も刺激的かつ興味深いリリース。レコードコレクター氏はさらに2003年にも、本当に、これまで作られた、最高のアルバムの一枚だと感じると絶賛している。イギリスを含むヨーロッパツアーでは毎回コンサートの前半にこのアルバムの曲を丸々演奏し、ファンのお気に入りは後半に披露した。このツアーには、タミー・グローバーと元フェイスのモアのギタリスト、ディーン・メンタが参加した。長く、スパークスのファンだったモリッシーは自ら管理運営する2004年のメルトダウンフェスティバルにスパークスを招き、スパークスは出世作である着物舞ハウスとリル・ベートーベンをそれぞれ全曲演奏した。2006年2月、スパークス20枚目のスタジオ録音アルバムとなるハロー・ヤング・ラバーズがリリースされた。前作の延長と受け止められ、シニカル、知的、とてもとても、ファニーと絶賛を受ける一方、一部のレビューでは、ウィット、風刺、リリカルな繰りごとの繰り返しで退屈でうんざりすると、批判されもした。兄弟は、現在の多くのバンドには、音楽的野心と実験精神が欠けていると見ていて、現在のポピュラー音楽の傾向にはついていけないという、姿勢をとっている。実際に、ハロー・ヤング・ラバーズは、現代の多くのロックに対する軽蔑から作られたものである。とはいえ、エミネム、アウトキャスト、フランツ・フェルディナンド、ビリーシャ、そしてモリッシーには、称賛を惜しんでいない。兄弟は、アメリカのテレビ番組、ギルモア・ガールズの第6シーズン最終回に出演し、ハロー・ヤング・ラバーズに収録されている、パーフュームを演奏した。また、2006年9月ロンドンフォーラムでのライブ DVD をリリースした。2008年、スパークスはアルバムエキゾチック・クリーチャーズ・オブ・ザ・ディープとそこから先行シングルカットしたシングルグッド・モーニングをリリースした。5月と6月にはロンドンで21夜に及ぶスパークス・スペクタキュラーを刊行し、それまでのアルバムを年代順に毎夜1枚ずつ全曲演奏し、最終夜の6月13日は新作のプレミアとなった。ありがとうございます。